この動画では災害から身を守る共助・自助の取り組みについてと題して、皆様お一人お一人、そしてご家族や地域の方と一緒に取り組んでいただきたい災害への備えについてお話しいたします。まずはじめに、防災対策の基本は自助・共助・公助の三助であると言われています。自分や家族の安全は自分で守る自助、地域で協力して共に助け合う共助、そして行政が実施する防災対策や救護支援などの公助です。大規模な災害が発生した際には行政による公助だけでは対応しきれない場合があります。同時に多数の救助要請があってもその全てに対応することは困難ですし、行政そのものが被災してしまい対応できないことも考えられます。その他にも救助に向かうための道路が損壊して通ることができなかったり、そもそも救助要請の電話がつながらないといった可能性もあります。そのため災害からご自身やご家族の安全を守るためには自助が必要不可欠です。皆様一人一人の日頃からの備えが重要です。もっとも個人でできることには限界があります。その場合は地域の助け合いによる共助でカバーするという考え方です。町内会や自主防災組織などの活動が重要です。自助や共助による災害対策の貢献を示す例として、阪神・淡路大震災における救助の主体と救出者数に関する調査結果があります。この調査によると、近隣住民などの自助・共助によって救助された人が約 77%、 消防・警察・自衛隊などの公助によって救助された人は約 23% だったとされています。いかに自助と共助が大切かわかると思います。もちろん阪神・淡路大震災の発生時刻は朝5時46分でしたから、ほとんどの家庭で現役世代の男性が家にいた、救助活動ができる人が地域にいた、だからこそこういった結果になったということも言えるかもしれません。それでも東日本大震災の発生時刻14時46分では津波からの避難を呼びかける声掛けなどの共助が生きた場面もあります。それでは自助の取り組みについて掘り下げてみたいと思います。災害が起こる前、平時からの備えとしてはここに掲げているような取り組みが挙げられます。住宅の耐震補強、保険の加入、家具等の転倒防止措置、落下物の防止措置、家族での約束ごと、連絡方法などの確認、防災備蓄、非常用持ち出し袋の準備、防災訓練への参加、避難所・避難経路の確認などです。地震で建物が倒壊すると中にいる人が負傷したり犠牲になったりするだけでなく、火災が発生しやすい、道路を塞いでしまい救援活動の妨げになる、避難生活が長期化するということにもつながります。住宅の耐震補強は非常に重要です。災害により住宅や家財に被害が生じた場合に備えて保険に加入することも重要な備えとなります。地震が起きた際に倒れそうな家具を抑えるという行動を取るケースがあります。しかし家具を抑えようとしてその下敷きになってしまうケースも多く、実はとても危険な行為です。地震が起きたら抑えなければいけないような状態にしていてはいけません。地震が発生した際に家族が皆一緒にいるとは限りません。特に小さなお子さんやお年寄りと一緒に暮らしている方は想像してみてください。お子さんやお孫さん、おじいちゃん、おばあちゃんがお一人でご自宅にいるときに、もしも地震が起こったらどうでしょうか。家具は必ず倒れるものと思って家具の転倒防止、落下防止を実施しましょう。次に備蓄についてお話しします。災害が発生すると電気やガス、水道などのライフラインが停止し、復旧するまでに時間がかかることが考えられます。また物流機能が停止し、スーパーやコンビニなどから食品が手に入りにくくなることが想定されます。ライフラインや物流が復旧するまでの間は1週間から数ヶ月程度になることもあります。行政などからの支援物資が届くのも数日かかります。その間は防災備蓄で対応する必要があります。最低限必要な食品や生活用品を備蓄しておきましょう。
備蓄品の例を紹介します。必需品ということで水やお茶、清涼飲料水など、またカセットコンロとカセットボンベが挙げられます。水はそのまま飲んだり料理に使うという以外にも避難生活のあらゆる場面で必要になります。例えば手を洗ったり歯磨きをしたり、濡れタオルを作って全身を拭くなど衛生を保つためにも必要です。1人当たり1日分で3リットル必要と言われています。また災害時は電気やガスなどのライフラインが止まってしまうことも考えられます。そうなると電子レンジで温めるタイプの食料は食べられません。調理できないことも想定されますので、カセットコンロとガスボンベなどの熱源も一緒に備えると良いでしょう。食品はカップ麺やパックご飯などの主食と、缶詰やレトルト食品などの主菜、日持ちする野菜や漬物などの副菜といった組み合わせで考えると良いでしょう。その他に飴や羊羹、チョコレートなど比較的日持ちのするお菓子なども備えておくと良いでしょう。塩や砂糖などの調味料やトイレットペーパーなどの生活用品も備えが必要です。ラップフィルムや電池は災害時にはとても役に立ちますので、こういったものも備蓄しておくと良いでしょう。ではどのくらいの量を備蓄すれば良いでしょうか。一般的には備蓄は最低3日分準備するようにと言われています。災害が発生し行政の支援体制が整うか、ライフラインが復旧するまでの時間としての3日です。そして大規模な災害に備えるためにはできれば1週間分の備蓄が望ましいとされています。まずは最低3日分、できれば1週間分です。災害発生時に自宅にいるとは限りません。例えば勤務先のオフィスでも一晩くらいは過ごせるように水や食料を備えておくと良いでしょう。備蓄の方法として、日常の中で備蓄する循環備蓄、ローリングストックと呼ばれる方法があります。これは水の他にも缶詰やレトルト食品、インスタントラーメンといった日頃から食べている食材を少し多めに買い置きしておいて、期限の早いものから消費し、使った分だけ買い足すことで継続して備蓄することにつながるという考え方です。消費期限を気にしたり、買い替えによる食品ロスを防ぐことができる備蓄方法としておすすめです。次に、これは非常用持ち出し袋に用意するものの一例です。あくまで一例ですので、それぞれに必要なものをご用意いただければいいと思います。避難先で過ごすためにどんなものが必要か、日頃から考えて備えておくことが大切です。避難所にはたくさんの人が集まりますので、マスクなどの感染症対策用品も備えておきましょう。また避難する際には通帳や現金、運転免許証などの貴重品も一緒に持ち出しましょう。お子さんがいる家庭や女性、高齢者がいらっしゃる場合などはそれぞれに特有の必需品がありますから、こういったものも備えておく必要があります。防災備蓄や非常用持ち出し袋、またその他の災害対策でも重要なことは、人によって必要なものは異なるということです。それは当事者でなければなかなか分かりづらいことが多くあります。自分に必要なものをよく考えて備えておきましょう。東日本大震災はそれまでの想定をはるかに超える規模の想定外の災害であったと言われています。その教訓を踏まえ、考えられる限りのあらゆる可能性を考慮した災害対策が進められています。今日ここまでお話しした対策は基本的な内容ばかりで、どこでも聞くようなありきたりな内容と感じられるかもしれません。しかし発生頻度が高いのは圧倒的に想定内の災害です。まずは基本的な対策をしっかりと進めていくことが大切です。ここからは台風や大雨などの風水害の場合での自助についてお話しします。この図は市町村と気象庁が出す避難情報と
住民が取るべき行動を整理したものです。表の下から上に向かって警戒レベルが高まっていくイメージとなっています。天気予報で大雨や台風の情報が出たら警戒レベル1です。最新の防災気象情報などに注意するなど災害への心構えを高めましょう。気象庁の早期注意情報では警報などの発令される見込みを知ることができます。大雨注意報や洪水注意報が出たら警戒レベル2です。ハザードマップなどで災害が想定されている区域や避難先、避難経路などを確認してください。大雨警報や洪水警報などが出たら警戒レベル3、お住まいの市町村が高齢者等避難を発令する目安となります。ご高齢の方や障害をお持ちの方など避難に時間がかかる方は早めに避難行動を開始しましょう。それ以外の方も避難の準備をしてください。警戒レベル4、避難指示が発令されたら災害が想定される危険な場所から全員避難する必要があります。警戒レベル5、緊急安全確保はすでに被害が発生していてもおかしくないという状況を表しています。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してください。風水害が地震と異なる点は予測ができるということです。地震の発生を予測することはまだまだ難しいです。緊急地震速報が鳴るのは本当に揺れる直前ですよね。しかし最近の天気予報はかなり正確で、大雨の発生や台風の進路はだいたい予測が可能です。予測ができるということは準備のための時間が取れるということです。この点が地震への備えと大きく異なるポイントです。風水害への備えとして、まずはお住まいの地域の災害リスクを知るということが大切です。市町村が作成されているハザードマップなどで地域のどこが危ないかを把握し、どこにどうやって避難するか事前に考えておきましょう。ハザードマップは市町村から各家庭に配布されていることが多いです。市町村のホームページなどにも掲載されています。市町村のハザードマップには地図の他にも災害時に役立つ情報が整理されていることが多いですので、ぜひ確認してみてください。また普段から実際に避難経路を歩いてみて、目視で危険な箇所などを確認することも大切です。そして避難情報の把握手段を確認しましょう。例えばテレビのデータ放送やラジオ、インターネット、民間企業の防災関連アプリなどが挙げられます。宮城県の防災情報ポータルでは宮城県内の防災関連情報が集約されていますので、ぜひご活用ください。宮城県防災情報ポータルは宮城県公式ホームページのトップページの災害気象情報のリンクからもアクセスすることができます。宮城県防災情報ポータルでは選択した市町村に発令されている防災情報や最新の避難情報、いろいろな防災関係機関へのリンクなども掲載しています。早めの避難行動へとつなげるためにマイタイムラインという考え方があります。マイタイムラインとは災害の発生が予想されるときにいつ誰が何をするのかをあらかじめ時系列で整理しておくことで、いざという時のチェックリストや判断基準となるように避難行動をあらかじめ決めておく個人の防災行動計画です。これはマイタイムラインの一例です。例えば大型の台風や大雨の発生が予想される場合には、天気予報と家族の予定を確認したり備蓄品などを確認する、常備薬のある方は在庫を確認しておくことなどが考えられます。次に大雨洪水注意報などが発令されたら、ハザードマップで避難場所などを確認し避難の準備を始めます。携帯電話の充電などをしておくことも考えられます。さらにお住まいの市町村から高齢者等避難が発令されたら、すぐに避難ができるように着替えたり、避難に時間のかかる方はこの段階で避難を開始するということも考えられます。そして避難指示が発令されたら、
避難を開始します。その際、火の元や戸締まりの確認といったこともあらかじめ決めておくことで、慌てず忘れずに行動することができるでしょう。その他、避難場所や避難にかかる時間などもあらかじめ書き出しておいたり、災害情報の確認手段を整理しておくと、いざという時に役に立つでしょう。マイタイムラインを整理しておくことで早めの避難行動につながりますので、皆さんもぜひ取り組んでみてください。マイタイムラインの記入用紙は様々なパターンがあります。最近はお住まいの市町村のハザードマップなどに記入用紙がついていることも多くなりましたので、確認してみましょう。正常性バイアスという言葉があります。バイアスとは偏見と訳されますが、こういうふうに考えがちだということです。正常性バイアスとは、災害時においては危険が迫っているようだけれども、自分はこの場所は大丈夫だろうと考えがちだということです。ですから、避難指示が発令された、さあどうしようと、その時点で考え始めていては、この正常性バイアスが働いて避難が遅れてしまいます。あらかじめこうなったらこう行動する、高齢者等避難が発令されたら、避難指示が発令されたら、どこに避難するというようなことをあらかじめ決めておくことで、躊躇なく避難ができるようになるというわけです。また周りの人たちが避難を始めていると、自分も避難しようという気持ちが起きやすくなるとも言われています。あなたが避難することが周りの人たちの避難を助けることになりますので、率先して避難するようにしてください。ここからは共助のお話です。おさらいですが、公助には限界があり、自助にも一人でできることには限りがあります。そこで共助でカバーすることが重要です。災害時においては、地域みんなで共に助け合う共助が被害を最小限にとどめる減災の鍵となります。このような共助の取り組みを担うものとして、自主防災組織というものがあります。自分たちの地域を自分たちで守るために自主的に結成された組織のことを言います。町内会や行政区などの防災部門として組織されていることが一般的です。災害対策の三助のうち、共助の中核を担うことが期待されています。自主防災組織の主な活動としては、平常時には防災計画の策定、地域特性の把握、防災訓練の企画運営などが挙げられます。そして災害発生時の活動としては、安否確認や避難所の開設運営などが挙げられます。平常時の活動の一つに挙げた地域特性の把握とは、ハザードマップや現場確認などをして、地域の災害リスクや災害発生時に活用できる施設や設備を確認するという取り組みです。把握した危険箇所の情報などを地図に落とし込むことで、地域オリジナルの防災マップを作ります。実際に街歩きをして自分の目で確かめることが効果的です。防災訓練は自主防災組織として重要な活動の一つです。一口に防災訓練といっても、さまざまなやり方があります。消火訓練や避難訓練などの特定の活動分野に特化した個別訓練や、個別訓練によって習得した知識や技術を総合して行う総合訓練、例えば運動会やお祭りなど、防災とは直接関係しないイベントなどと組み合わせた体験イベント型の訓練、あらかじめシナリオを用意して行う図上訓練など、地域の実情に応じた訓練を行うと良いでしょう。防災訓練を行う際は、正しい知識技術を習得するために消防機関などの指導を受けましょう。訓練終了後には、訓練内容を見直して必要な改善を行いましょう。可能であれば、消防団などの地域の防災組織や近隣の自主防災組織と共同して訓練を行うと、より効果的でしょう。そして高齢者や障害のある方など、
避難行動要支援者にも配慮した効果的な訓練内容となるように実施しましょう。自主防災組織が行う災害時の活動の一つに避難所の開設運営があります。避難所の開設は市町村の職員が行うことが多いですが、状況によっては市町村の職員が開設することが困難なことも考えられます。その場合は自主防災組織で避難所を開設運営する必要があります。こういった場合に備えて平時から班編成と役割分担の確認、防災訓練を行っておくことが重要です。これは政府広報オンラインの動画からの引用となりますが、災害時には安全と安心の両方が必要だと言われています。安全は一人一人の努力である程度確保することができます。しかし安心は個人の努力だけで得ることは難しいと言われています。安心は人と人とのつながりの中に生まれるからです。災害時にはご近所でお互いに声を掛け合って安心を高めることがとても大切です。ご自宅のある地域での自主防災活動にもぜひ参加していただきたいと思います。最後に宮城県の取り組みについてご紹介します。宮城県では県、県民、事業者及び市町村が一体となって災害対策を推進するため、地域や事業所等で中心的な役割を担う防災リーダーである宮城県防災指導員を養成しています。平成21年度から現在までで約1万人を養成しました。中心的な役割を担う防災リーダーというと大変そうに聞こえるかもしれませんが、地域の防災活動すなわち共助の担い手です。防災指導員養成講習を受講していただければどなたでも認定を受けることができます。また防災指導員の認定を受けた方にはさらにスキルアップのためのフォローアップ講習なども開催しています。これは現在防災指導員として登録されている方の年代別の割合と男女別の割合をグラフにしたものです。ご覧の通り年代別では60歳以上の方が、性別では男性が圧倒的に多くなっています。災害対策には様々な立場の方々の意見を反映することが大切です。ぜひ多くの方に防災活動に参画していただきたいと思います。県ではこの他にも様々な自主防災活動の取り組みをまとめた宮城地域防災のアイディア集を作成しホームページで公開しています。東北大学災害科学国際研究所と連携し、平成29年度から令和2年度までの4年間にわたり自主防災組織育成活性化支援モデル事業を実施する中で様々な自主防災活動の支援に取り組みました。このアイディア集は4年間で13市町の18のモデル地区が取り組んだ事例をテーマ別に分類整理したもので、それぞれの自主防災活動の中で得られたたくさんのアイデアが詰まっていますので、こちらもぜひご覧ください。最後によく言われることですが、危機管理で大切なものは知識よりも意識です。平時から災害が起きた時の活動をどれだけイメージできるかが鍵となってきます。準備は悲観的に最悪を想定してしっかりと備え、実際に災害が起きてしまった場合にはみんなで協力しなんとかなる、乗り切っていくという前向きな意識で楽観的に対処することも重要です。災害はいつ起きるかわからないからこそ備え続けていく必要があります。無理のない取り組みを地道に継続していくことが大切です。皆様にも今後の災害の備えの参考としていただけると幸いです。